ボロマントの男の手首に刻まれていた紋章は俺に殺人ギルドラフィン・コフィンとの激闘の記憶を呼び起こさせた。看護師の秋夏樹に促され、俺は SAO 時代に犯した殺人を打ち明ける。次回ソードアートオンライン2第7話、紅の記憶。